はい、皆さん、ポコランチャーコミチンです。今日は宿泊編なので4本目ですね。ロゴスのこのマットを引かさせていただいて、空気がね、だいぶ入ったのではないかというところで、ケシャンコのテントをですね、もう一度奮い立たせていきたいと思います。立てております、お待ちくださいね。どう？いけた。ルーム紹介をね、あらー、ちょっとしていこうかなと思いますよ。なんともまあ。あ、いいじゃん。はい、うちの売りとしましては、やっぱ天井が高いというところでやっておりますので、はいはい、割といいじゃないですか、はい、地面じゃないんで、まあ、あのインナーマットは引きません、はい、これあのロゴスのこれも福袋ついてるか。福袋のおまけでついてるやつですね。あれ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 、割とでもあったかそうな白布じゃないですか。6度まで4って言われてますからね。全然ダメですね。全然ないですね。全然ダメです。一人用って狭いんですね。狭いよ。二人用に調教されてしまいましたね。そうですね、体の大きさもございますから、2倍ですから。はい、おやすみ。今日もね、いい感じでボンバーしてますね、こんな感じで、結構ね、中はスペースを確保できてましてですね、思ったより快適な就寝を楽しむことができました。このロゴスのシュラフですね、こちらに関しては掛け布団みたいな感じで、ちょっと使いましたね。普段ね、2人用のシュラフで寝てたんで小さく感じましたね、僕は。別に今寝てしまえばなんてことない感じでしたね。おはにゃちは。おはようございます。赤いですね、はい、朝ごはんタイムですね。はい、食べよう。準備していきましょう。コンクリートメーカーを挟み込んでいく。昨日に引き続き、はい、こいつがね、ピークさんね、ピークさんね、よいしょ。こいつがね、あいかちゃんするわけですよ。デザインがいいね。生クリーム泡立てたいと、はい、思ったのですが、ここはカズさんの自宅ということで、はい、これだ。昆布も入れていたんで、ありがとうございます。優しい甘さでいいですね。はい、前向き甘で入ってるんじゃないですか。はい、大丈夫これ、大丈夫だった。もう準備したね。はい、最後にね、泡を含まれるっていう、優しくね、おお、低速で優しく、すごい泡を整えて、かっこいい。かっこいい、かっこいい。合格だ。ありがとうございます。新鮮な、フルーツを、たくさん仕入れましたんで、はい、これをですね、はい、あら、結構薄く、ちょっと薄くスライスして、はいはい、いきましょう。やっぱ甘を知らん人に縁からな、基本的に。そうですね、斜め下から映すとね、小道に職人っぽくなる。そうなんです、あるあるね。うん、この斜め下アングル30年やってますからね、これね。そうさ、30年あるある。やっぱ色味がいいですね。そうですね、うん、でも緑ね、いい色するね、このキュウリ。いいよ、この色は。りんごちゃんはですね、半分ですか。半分でいいと、はい、思います。あとはもうね、あと半分は僕かじっていくんで、あらららら、はい、りんごさん皮ごといこうかな。あら、それは僕好きだ。そうですね、好き。それちょっと味見しますね。はいはい、どうですか。うん、みずみずしくてうまいですね、これね。またね、美味しいんですよね、はい、多いね、ホットケーキ。これは本当お世話になるからね、うん、これもね、お世話になってますね、はい、ジップロックさんね。もう1え、ミックス。あ、ミックスをさらにミックス。お子さんたちもいらっしゃるということで、はいはいはい、大量に。なるほどね。卵足りますか。卵は僕産みますので。ああ、はいはいはい、あんなら、はい、安心でした。
その都度産みますので大丈夫です、ね、はい、1日1個ぐらいじゃないと、ポンと、あー出てきた出てきたまだ出る、まだ出るまだ、大丈夫、ポンと、あー出てきた、はい、出てきました。入れていただいて、すごい、こんなもんですかね。はい、来ました、イエス、おだ、おだ、ピタッとおだ、お、シェイカーだ。あ、どうですか、これ、いいですよ、バーテンダーならぬ、はい、コミテンダー、コミテンダーラブミーテンダーみたいな生生地がね、もう大好きなんですよね。これこそのまま舐めちゃうもんね、うん、吸って、ただね、お腹壊すって ね、うん、言われておりますので、ね、ダメですね、ちょっとね。あとは、はい、もうつけちゃうんですね、火を、チャックファイヤー、初めての共同作業、いいね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 、あー、この、こんなもんですか、はい、こんなもんで、あ、マイク、マイク、閉じる、閉じるね、あこっちに流しつつ、あー、じゅんじゅわー、あー、なるほど、はみ出てるや、そうなんですよ、意外と膨らむんですよね、こいつね、取った方がいい、いや、大丈夫、大丈夫、取らなくて大丈夫です、でも一瞬で焼けちゃうんじゃない、これ、はい、え、嘘、あ、すごい、すごい、こっちはもういい、うわわわわわ、うますやわ、あ、できたー、すごい、できましたー、あとはお皿を一旦ちょっとここにね、一旦そうですね、入れなしておきましょう、じゃあこの作業をね、何度か繰り返していきますので、オッケー、傘ほら、わー、2枚目も、2枚目がなんてすごい焼き色、やっぱさ、ありましたね、2枚目はさ、量がもう覚えてさ、あ、もう秀逸ですね、いい感じになってんだよ、はい、はい、2枚になりましたよ、料理は待ちだね、そうですね、待ち大事だね、うわ、もう早いっすね、もうほら、そうですね、もうで鉄板が温まると、これでもう、うん、ガツ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 、確変突入しました、突入しましたね、あ、これ突入してるね、うん、これ来ちゃってるわ、ジューいってますもんね、うん、あ、突入だわ、はい、突入、はい、来てる、はい、来てる、はい、でもあとこの作業を繰り返していきますので、ね、はい、はい、しばらくお待ちください、はい、職人さん、これは何ですか、ポーフレットという貴族の食べ物ですね、あら、世の中には一部の成功した人間しか食べれない食材というものがありますので、なるほど、それがポーフレット、ダダン、いいんですか、僕ら下々のもの、そうですよね今日はの特別に振る舞ってあげますので、ね、ありがとうございます、少々お待ちください、はい、ありがとうございます、ポーフレットってこうカリカリにするものなんですけど、そうですよね、柔らかいぐらいでやめるとクレープみたいにこう、なるほど、曲げることができるんですね、あー包めるのね、ええ、なるほど、まずクリームですね、あー、うやぶれ、うやぶれ、うやぶれ、これもう素人か、そう、生クリームを、はい、しましたですね、お好みのフルーツを乗せてですね、あー、やっぱり楽しそう、乗せてですね、はい、挟む、うぇ、で、反対側をね、押さえながら、押さえながら、そうやって食うんだ、もうボーブレットというか、なんか新しい食べ物だね、どう、うまい、自分も作っていいんですか、はい、カスタマイズしてください、好きに、すげえ、信じられへん、信じられへん、うそやろ、はい、うそやろ、うそやろもう残ってへんやん、もういただきますね、はい、どうぞ、飲んどるだね、食べ方間違えてんねんって、食べ方が、あ、フルーツ乗せないんですか、このストレートが好きで、焼酎を割って飲む派かどうかっていう感じ、なるほどなるほど、ロックでいく感じですね、ロック、クリームロック、ロックで今日クリームロックでロックでお願いしますって、ね、うん、クレープの新しい注文の仕方、うん、クレープロックで、うん、うわ、美味しい、よかった、大成功ですね、このちょっとやっぱ生感がいいね、カチカチじゃなくて、はい、もうちょっと焼くとパリパリになるんだ、パリパリになるんですよ、おせんべいみたいに、まあまあ、これうまいわ、朝ごはんタイムもね、終わりました、あとはお片付けですね、全部ね、撤収して持ち帰りたいと思います、はい、というわけで、綺麗にね、片付きましたので、
どうだ、これにて結集。どうだ、虹が出てる。あ、そうそう、出てる出てる。あ、虹出てますね。出てるでしょ。はい、虹の呼吸を使う人と虹の呼吸を取る人をですね、収めて今日は終わりたいかと思います。新たなキャンプ地を探してですね、またの機会ということで、いつかあなたたちの庭に行くかもしれません。はい、じゃあそんな感じでまた次回お会いしましょう。バイバイ。